いやー、皆さん、ビーバーの街づくりシミュレーションゲーム、ティンバーボーンプレイ動画へようこそやろう。現在オープンアルファです。ディスコード上でダウンロードすることができます。早速やっていきましょう。ちょこっとやったんですよ。ビーバーのバニッシュとですね、現在のビーバーの数、8ビーバーですね。何匹みたいなね。何匹みたいなのは、その人間が動物をまとめて呼んだ総称に過ぎませんからね。彼らは自分の文明作れますから。いわゆる人間ポジションなんで、何匹なんて呼ばずにね、何ビーバーで行きます。現在8ビーバーで、大人のビーバーの数が5ビーバーですね。で、子供のビーバーが3ビーバー。で、倉庫の中に枝が30なんですよ。枝かじって上をしのいでるんですが、彼らは文明を築くことのできるビーバーなんで、農耕牧畜ができます。キャロットフィールドな人参をね、今から育てていきましょう。人参を作るのに、まず農場を作るのに枝じゃないや、ログがいるんで、伐採してもらいます。ログの数が8ですね。めっちゃね、めちゃくちゃバニッシュドっぽくないですか？ログパイル作れですね。ログパイル。とりあえず1個置こうかな。ミニオンズ的な声ですね。ハングリー、サースト、スリープと。丸太担いでますね、ビーバー。テラフォーマーズ的なビーバーですね。バニッシュとの世界の人間は、まあ、人間ですからね。木材伐採するのに、斧とかいりますけど、彼らはいらないんですよ。テラフォーマーズ的なビーバーですからね。多分、必殺前歯でかじって切ってるんでしょうね。切ってるっていうか砕いてるんかもしれません。その後は水飲み場ですね。まず一つかな。その後家かな。とりあえず農場一つと水飲み場一つと全員分の家を作りますか。ロッジですね。ロッジ一つで大人2と子供1かな。とりあえず家3つだな。家3つあれば十分ですね。道のこと考えるとこういう感じかな。二つと。これでまず三つで、必要、最低限必要な施設が、これで揃うはずです。で、まず水飲み場が、あと、ログが5本ですね。ちょっと進めますか。3倍速くらいでやっていきましょう。夜は飛ばしましょう。ポテト現在1%ですね。これ育つまでに多分枝なくなるんで、途中で枝かじることになりますね。枝なくなっちゃったらここにあるのを伐採して枝にしましょう。で、研究すれば歯車なんかも作れるようになるみたいなんですよ。ただ研究ポイント相当貯めなきゃいけないんで、多分今回の動画で見せることはできないかなと思います。今回やるのは多分、農場で収穫したものを食べることと、あとは、キャンプファイヤー。あと、水車ですね。水車作れるんですよ。めっちゃ賢くないですか？いきなり農耕を始めて水車も作れるビーバーですよ。恐ろしい。家がないんで、そこら辺で寝るしかないんですね。で、彼らは現在1日16時間労働ですよ。東南アジア人並みに働いてますよ。半端ない。エネルギーが半端ない。バブル期の日本みたいに働いてますよ。で、この時間はね、やることないんで、7倍速でやっていきましょう。伐採してますね。水飲んでますね。水飲み場が一つしかないから。
開いたらすぐに飲みに来るんですね。あ、喉乾いてるビーバーが3ビーバーいますね。ただ水飲み場一つしかないですからね。なかなか順番回ってきませんね。なんかさっきから子供ばっかり飲んでますね。子供優先なんですね。現在、人参が 17% ですね。二つ目の家が完成しましたよ。あと一個ですね。それで全員分の家が多分、できるかなと思います。あ、やばい。枝がない。枝がないんで、枝集めよう。枝優先ですよ。食べ物と飲み物を最優先にやっていきたいんで。ってことは今回は、この日は、今日は多分枝集めて終わりかな。いや、僕もね、枝大好きなんですよ。僕はコンビニでよく枝買うんですよ。チョコレートの枝。ただ今、信じられないくらい金欠で、パソコンパーツ注文しちゃったんで、今何日だっけ今。2月6日なんですが、全財産が9000円しかないんですよね。もう枝なんて買ってる場合じゃないですよ。2020年令和の時代はね、もう枝も買えない時代ですからね。枝なんて買ってられませんよ。チョコレートの枝。チョコレートの枝。美味しいけど高い、あの枝。全員分揃えましたね。次何するかなんですが、とりあえず、ログ集めてもらおう。何をするにもログいりますから。で、施設を作ることできるんだけど、施設作っちゃうと、労働者の数が減っちゃうんですよね。その施設で働く方に行っちゃうんで、だから伐採する人減っちゃいますから、減る前にとりあえず、この辺りの、ログ、木を全部伐採してもらえますか。で、空いてるところ多分子供生まれると思いますし、現在子供の3ビーバーもいずれ大人のアダルトビーバーにね、なると思うんで。アダルトビーバーとか言って、本当にね、ジャスティン・ビーバーには申し訳ないですよ。なぜ今ジャスティン・ビーバー出てきたのかわかんないけど。じゃあ次はここにキャンプファイヤーでも作ろうかな。現在農場で働いてるビーバーの数はここに書いてありますね。農場で働かなきゃいけないビーバーの数は2ビーバーですね。で、労働者が現在3と、3ビーバー。で、水飲み場が1個しかないから、喉乾いてますよ、的なの出てますけど、まあ、なんやかんやね。1ビーバーから3ビーバーが喉乾いてる状態我慢してても多分順番回ってきて飲めてるんで、しばらくこの一つで頑張ります。じゃあ次何作るかですね。あ、見てください。チルドレンビーバーが3ビーバーから2ビーバーに減りましたね。で、労働者が4ビーバーに増えました。さっきまでは3ビーバーだったんですよ。で、こうなってからようやく次の建物を作れるってわけですよ。作れますし、現在、ビーバーの世帯の数が3世帯ありますからね。多分そろそろまた違うビーバー、子供生まれるんじゃないでしょうか。ということで、次また、家が必要だと思うんだよね。ロッチの数を一つ増やそう。で、どんどん多分腹減ってくると思うんで。キャロットフィールドでも育てようかな。ポテトフィールドでもいいな。キャロットにしましょう。ポテトの数は45ですよ。少なくないですか？グリルで、グリルでジャガイモを焼けるっぽいね。
グリル作れば1個のグリルからベイクドポテト4つ作れるっぽいな。だからポテト作ったら一緒にグリル作んないとダメじゃん。そうすればだいたい160ぐらいになるかな。やってみっかな。じゃポテトフィールド貼りましょう。せっかくねビーバーの数も増えましたからね。でもそうなっちゃうと今現在労働者4ビーバーなんだけど、多分2ビーバー農場に取られちゃって6持ってくるビーバーが2ビーバーになっちゃいましたね。最初のチルドレンビーバー残り2ビーバーいるんで、あれが大人になったら一気にここでログパイル伐採しちゃいましょう。ああ、成長して戻ってくるんだね。このログの原料のこの木がね、永遠に伐採できますね。今回単発なんで十分ですよ。腹減ってますね。腹減ってきたら伐採やめて、枝でもかじりますか。現在、キャロットの成長度は 71% ですね。で、100% になると120なんですよ。確か。120ですね。芋は45なんだけど、グリルで焼くと1ポテトで、4のベイクドポテトできるっぽいですね。ただ、グリル作るのにも、ログが10本いりますね。ポテト大器晩成ですね。多分なんですけど、何にも食べ物がなくて、芋しかないって時は、グリル多分待ってられなくて、かじっちゃうと思うんですよね。ポテトを、ベイクドポテトにしたい場合は、枝貯めとかないとダメかもね。枝とか、キャロットが溜まってる時に、ポテトを速攻でベイクドポテトにしてもらわないとうまくいかないかもしれない。まだまだ食べ物足りませんよ。伐採しよう。現在 88% ですね。あと 10% か。あと 9%。 キャンプファイヤーやってますね。リラックスって書いてありますよ。俺もやったことないのにキャンプファイヤー。俺ができないことをすでに彼らはしています。ログパイルに現在ログが19ですね。ポテトの成長速度がだいたい 80% ぐらいになったらグリルでも作ろうかな。あ、収穫来ましたね。120ですよね。で、その後また、キャロット張ってますね。芋の成長遅くね。なんかめっちゃ遅い気がします。だってもう人参だって 5% だもん。早くない人参。7% ですよ。芋多分待ってらんないぞ。やばい、枝がなくなってしまう。でもしばらくはこれ人参で繋いでいくしかないですからね。伐採がなかなか進みませんね。で、むやみに人口を伸ばせないね。だって、食料の収穫が遅いんだもん。伸ばしすぎると多分、村崩壊しますよ。飢餓に陥って。あ、労働者の数が1増えました。子供のチルドレンビーバーが一人アダルトビーバーに進化しましたね。ガンガンログ集めてもらいましょう。一応グリル作っとくか、念のために。
間に合わなくなるの嫌だから。ここでいいかな。農場の目の前に設置しよう。枝10ですね。現在枝34ありますから十分ありますよ。枝の数が現在46ですね。あ、できたな。できたけど今、ポテトないからね。もう止めとこう。ポテト完成するまで止めとこう。あとは、なんかできないかな。ああ、もうだいぶ伐採したな。人口じゃないや、間違えた。ビーバー校ですね。人じゃないですからね。ビーバー校なかなか増えないね。ずーっと蜂のまんまですよ。増えてもいいと思うんですけどね。家4つ目ありますからね。芋遅いな、マジで。マジで芋遅いな。これ、本当に、芋が想像以上に遅くて、諦めざるを得ないかもしれん。キャロットいきますか。現在、労働者のビーバーが4ビーバーいるんですが、そのうち2ビーバーをキャロットの方に回しましょう。人口が伸びてきた時に、食料が間に合わなくなるかもしれないんでね。多分もうポテト諦めた方がいいかもしれません。今回単発なんで多分ベイクドポテトをみんなに見せることはできないかもしれない。今現在芋が 60% か。あ、ビーバーの数が2ビーバー増えました。子供が、チルドレンビーバーが2ビーバーですね。じゃあ家一つ増やそうかな。増やした方がいいね。ここかな。とりあえずこれつなげちゃうか。とりあえず家を一つ作ろうかな。で、農場は多分、人参二つで大丈夫だと思うんだよ。やばいな、みたいな時に多分いい感じで、ポテトフィールド。あ、ポテトいいね。3分で倍しますね。ありがたい。ありがたいっす。素晴らしい。ポテトデカ、ビーバーの何倍だよ。背が高すぎる。ビーバーが小さいからだ、そうだよ。もうテラフォーマーズのゴキブリのことをずっとイメージしてたから、人間と同じくらいのサイズあんのかなと思ってたけど、全然違いますよ、これ。だってビーバーですからね。ビーバーが芋の花より小さくて当然ですよ。で、どれぐらい伐採したんでしょうか。とりあえず3分の2まで来ましたね。ただ手前の方はもう木が成長して戻ってますよ。永久期間できますね。永遠に発展できますね。で、人参が現在 73% ですね。芋と並びました。芋遅すぎ。マジで芋遅いぞ。で、子供のビーバーが大人のビーバーになれば、さらに労働者増えますから、そしたら今度水車でも作ろうかな。水車をシャフトでどんどんつないで、歯車をこうね回していって、その力で丸太を伐採して製材にできるんですよ。でそうすれば道路を敷いたり、で研究してたら橋を架けたりできるんですよね。ただね、研究ポイントめちゃくちゃたくさんいりますから。で研究する施設あるんですよ。ただ、労働者が1いるんですよ。で、研究速度上げるんだったら、研究施設をたくさん作んなきゃいけないんですね。で、全然ビーバーの数足らないんで、多分今回単発ですから、橋を架けることはできないと思います。間に合いませんね。多分明日、グリル稼働させることになるかもしれない。と思う。今のうちに、ちょっと、枝集めよう。
で、10ビーバーいるから、キャンプファイヤーの数も、1つ増やすか。いいね、面白いね。グラフィックスはね、ストーンハース。ハースストーンだっけ？違うか、ストーンハースか。ストーンハースっぽいよね。でも中身はバニッシュドっぽいですね。めちゃくちゃバニッシュド。現在 97% これ稼働させないと。稼働させてしまったから、もう、労働者ゼロですね。チルドレンビーバーがアダルトビーバーになってもらわないともうこれ以上発展できません。芋収穫したら芋で働いてるビーバー解雇させよう。で、労働者の方に回しましょう。芋ちょっと効率悪いな。なくてもいいかもしれない。芋はよ収穫してくれ。マジで。あ、グリルやってますね。いいよ。いい感じっすよ、今。で、ここで働いてる労働者解雇です。で、そこから、急いで、二つ目の水飲み場を作ってもらいましょう。現在、枝が11ですね。で、ポテトが35で、グリルしたポテトが20。で、キャロットが101ですね。で、あとちょっとでこっちの人参も手に入るんで200ぐらいになるでしょう。さっき一人死んだのがでかいな。でももう、もうポテトはやめよう。で、ログを集めてもらいましょう。ログ現在45ですから、だいぶ減りましたね。世帯数の数が増えれば多分どっかでね、人口爆発起きると思うんですよ。それで一気に楽になると思うんだよな。そこまで耐えましょう。もう水飲み場2つありますから、多分喉が渇いて死ぬみたいなことはないと思うんですよ。あとポテトの数が8ですね。あれなんか6消費するっぽいよ。あ、そっか、焼くからか。燃料ですね。多分。効率悪くね。芋効率悪くねえか。普通に人参でいいんだけど。とりあえず今収穫した分の芋なくなったらもうやめましょう。もう終わったんじゃないこれ。現在ポテトの数、あ、まだありますね。でもね、農場2つありますから、もう枝をかじる生活は終わりかな。もうビーバーの文明がどんどん進化していってますね。あと、何やろうかな。水車やりたい。あ、なんだなんだなんだ。100% だ、もう入らない。なんだろう。なんかバニッシュだったらもっと入ってもいいんじゃないかなと思うんだけど。全然入りませんでしたね。いや、ここかな。端っこ、これ有効活用しましょう。作るのに60ですね。大丈夫です。ありますね。ていうか、そうしないとこれ収穫できない。やばい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 。腐ってしまう。あ、完成したわ。なんとかなりそうですね。で、もう芋ないんで、やめよう。これで労働者が3になりましたから。そろそろ、水車でも作りますか。研究やりますか。いや、研究はいいや。とりあえずまず水車かな。やばいな、このビーバー。何でもできちゃうな。マジでやばいぞ。で、水車の先にこのシャフトで伸ばしていこう。とりあえずここに一つかな。水車作るのにログが20ですね。で、シャフトは、まっすぐなシャフトだとログ1で、
曲がってんのだとログ2かな。やばい、やばすぎるビーバーだ。で、現在、ログが45ありますから、これをカーペンターで製材してもらいます。急に進化しましたね、マジ。いきなりで、だいぶ成長したんで、永久期間来ますよ。永遠に伐採できますね。でどんどん発展させていきましょう。キャロットの数は112で、こっちに82ありますし、ベイクドポテトが30とこっちに22ですね。で、枝はもう食べてませんね。36ずっと残ってますよ。保存食として取っておきます。取っときますか。あ、なんか木が増えました。これ放っとくとどんどん森になっちゃうんだな。これ根っこほじれないかな。多分なんかデモリッシュ的なのが多分どっかにあるんだろうけど。あ、これかな。違う。まあいいや。あ、完成しました。あ、労働者の数が1増えたな。チルドレンビーバー0ですね。製材は今いくつあるんだろう。製材まだないですね。製材ができたら、製材作るのに6がいるんで、これから6の消費量多分半端ないことになるよ。ただね、製材めちゃくちゃな数いるんですよ。製材、プランクですね。プランクが2になったら、あの、十字のシャフトが作れるんですよ。っていうことはですね、製材をたくさん作るのであれば、どんどんシャフトで伸ばしていって、カーペンターをたくさん、あの、この水車小屋につなげよう。まだログがないけど、あ、プランクこっちにあった。こっちにありましたね。じゃあ、十字のやつに変えよう。そうだな。こここうだな。で、もっともっと伸ばすか。で、こっちに、二つ目のカーペンターでも設置しよう。あ、狭すぎる。ここにはいらんわ、これ。現在、ブランク12ですね。人口、あ、人口12。来ました。やっと戻ってくれた。まあ、増えたっていうか、戻りましたね。家の数増やすか。現在食料が94、枝35で、ベイクドポテト。ということで、グリルドポテト15と、17。あ、いっぱいになったな。あ、人参がいっぱいになったんだ。もう多すぎだな。食料。これで十分ですね。農場は2つで十分です。なんならポテトいらんかったわ。やばい。頭が良すぎる。いや、もうちょっとシャフトの数増やすか。伐採追いつかなくなっちゃうかもしれない。で、こうかな。あ、違うな。一旦カーペンター立てよう。これ、シャフト道になる。シャフトの下くぐれないかな。あ、くぐれないか。じゃあダメだ、これ。くぐれないよな。くぐれないからこうだな。隣接させるしかないな。
で、ここは直角ですね。で、こうだな。これで多分いいはず。現在プランクの数が27ですね。プランク最大でいくつだろう。まあ、無限って書いてあるけど、キャパシティが、あ、これ、倉庫の数もまた増やさないと、次の収穫の季節で、もう何にも入んなくなっちゃうな。倉庫どうしよう。どうしようかな。ここでいいかな。一つ置きましょう。これで一安心ですね。で、道でも引きますか。せっかくプランク作ったんでね。まず、我々の憩いの場。キャンプファイヤーまでの道を作ろう。あとは生産施設への道かな。やばいな、一気に文明感が増してきましたね。めちゃくちゃ面白くない？いいよね。もう普通にこの時点で面白い。ね、食料全然余裕ですね。もっともっと人口を伸ばせそうですよ。家の数足りてますし、あと、4ビーバー分ありますから。ただ、今研究やっちゃうと、伐採するビーバーの数が足らなくなっちゃいますね。現在、労働者が2ビーバーしかいないんで、チルドレンビーバーが最低あと1ビーバーぐらい、大人のビーバーになってくれないと、多分、やんない方がいいと思うんだよな。あと、なんかできないかな。この間。どうしようかな。あ、人口じゃない。ビーバー校増えましたね。現在13ビーバーですね。じゃあ、一応建てとくだけ建てとくか。インベンターズハット。これ研究施設なんですよ。なんか空いてるところに入れよう。どうしよう。ここからも、良くないか。カーペンターズハット、あと一個、これシャフトを伸ばせるんで、ぶち込みたいんだけど、水車の力足りてるかな？あー、200HP って書いてありますよ。ヒットポイント。ヒットポイントなのか、これ。あ、違う、290だな。まだまだカーペンター、伸ばせますね。ただ、シャフト伸ばして作るんだったらこれどうなるんだろう。ここだとダメだもんね。こうだな。最後こうか。なるほど。まあ足んなくなったら作りますか。それとももうカーペンター一人削ろうかな。現在プランクいくつだろう。23。23ですね。なんか、やばい。ログがなくなっちゃう。一旦停止しよう。で、丸太伐採してもらいましょう。で、食料余裕なんで、あ、ちょこちょこ、多分酒のつまみに枝でもかじってるんかな。枝減りましたね。14まで減りましたよ。で、人参余裕ですね。
ただまだ食のバリエーションを増やすわけにはいきませんよ。あのポテトはきついからね。インペンターズハット立てたんで、現在サイエンスポイントが15ですね。15ね、何にも研究アンロックできないんだよ。最低でもね、これ70ですからね。で、300とか、少ないのだとこれかな。30じゃない、50。基本的に無理。基本的に無理ですね。研究すんのに資源はいらないか。研究すんのに資源いらんのであれば、インベンターズハット増やすか。じゃあどこに入れるかですね。まあここかな。とりあえずあと一つぐらいは増やせるね。現在労働者3ですからね。6も増えてきましたね。カーペンター一つでだいたいちょうどいいかな。もう道も引けましたしね。もう十分待ちですよ。もうめっちゃ待ちですよ。あ、いっぱいなったな。159、184、114。もうちょっとでかいのないか。あ、ラージは研究ポイントいるわ。早めに研究やってラージ行かないと、これ、スモールウェアハウスだらけになっちゃいますよ。現在研究ポイント42ですね。何アンロックしようかな。50ぐらいでアンロックできるのないかな。小麦は確かね、小麦30なんだけど食料いんないからね。ペーパーミル。紙。紙ですよ、紙。このクリストミルってのは作るのに、ギアが5個いりますね。ギア作る研究まだしてないんだよね。どれで作るのっていう話なんですよ。ありましたね。ギア作る研究は、ポイントが100ですね。あと20か。もうためよ。もう貯めちゃおう。現在、サイエンスポイント81ですね。確かね、これ100%になると3ぐらい増えるんですよ。現在87ですよね。で、インベンターズハット3増えましたね。じゃすぐですよ。100になったらこのギアワークショップ作りましょう。で、どうせこれシャフトつなげるんで、ここだろう。ここ行きますか。じゃあ明日ですね。明日作りますか。現在プランクの数が51だな。人口が伸びが止まったな。多分次の世代にならないとまた増えないんだろうな。次の世代にまた一気に増える感じかな。100超えたんで、アンロックしよう。あ、これ歯車いらないみたい。じゃあどうすっかな。あ、枝のある場所に建物建てられるんだ。じゃあ1マス開けとこう。将来的に道作ろうかなと思うんで。ギアを作ってもらいましょう。ログが15とプランクが25ですね。あ、もう木材は全部伐採し終わったみたいだな。で、また伐採してもらいましょう。貯蓄が27しかありませんからね。あ、大人が1ビーバー増えましたね。ログ作るのにはプランクが8と、
ギアが1かな。違うな。じゃあギアを作ってるんだ。プランクをギアにするんですね。まあ、ギアっていうとなんか鉄のイメージだったけど違うな、それはな。木材ですね。ってことでこれからプランクの消費がどんどん伸びてくるんで、稼働させるか。これ多分3つ稼働させていいかもしれないね。あ、ビーバーの数が15ビーバーになりました。これ人口爆発来るかもしれないんで、さらに家の数を2つぐらい増やしておこうか。で、食料怖いな。大丈夫かこれ。芋いらんだろ。もう芋はいいよ。家増やしましょう。ギア作ったかな。ギア一番近くのところにしまうと思うんで。あ、しまいましたね、4。で、ギアがあれば、確かペーパーミルかなんかができたんだよね。なんだっけ。あ、これか。サイエンスポイントがあと3ですね。なんだこれは。あ、ペーパーミル750いるから無理だな。これ作ってみっか。なんかわかんないけど、とりあえずアンロックしよう。もうなんだいこれ。なにこれ。アンテナみたいのあるよ。とりあえずここに設置して、シャフトでつなげてみるか。これ水力足りてっかな。いくついるんだろう、パワー。あと残りのパワーが100じゃない、60か。足りてるかどうか心配だね。どれぐらい伐採した？あ、半分ですね。定期的に食料見ますか。人参が現在125で、こっち85で、ここが155か。増えてる。大丈夫大丈夫、増えてる。少しずつ増えてきてます。何を作るんだこれ。あー、小麦がない。小麦がなかったですね。小麦の研究やるかんじゃん。今日どこまでやるんだっていうぐらいやってんな。じゃあ小麦張りますか。いらないんだもん、ここ人。ここ人いらないし、他にギア使って作れるもんないかな。研究ポイントが足りなさすぎる。ダメだな。小麦張りましょう。小麦農場を作るのにはログがあと8なんで、あと6か。あ、もうできたんだ。ログの残りの数が少ないっす。だんだん減ってきました。もう取り尽くした感ありますよ。ちょっと遠征しないとダメだな。渡ってここですね。もう伐採指定しとこう。だんだんきつくなってきたね。小麦の成長速度だな。芋があんだけ遅いんですよ。小麦多分めっちゃ遅いんじゃない？どうだろう。比較すんだったらやっぱ、人参かな。あー、人参よりは遅い。ずーっと 4% だもん。っていうことでね、この機械が働くことはないでしょう。水車あと1個くらい作るか。新たな水車がいるぞ。やべえな。恐ろしいビーバーだ。じゃあこの後はシャフ
トはやっぱ十字のシャフトになるな。あー、人口伸びましたね。人口じゃない、ビーバー校伸びてきましたね。現在16ビーバーですよ。ギアどれだけ溜まった？15ギア。15ギア溜まってますよ。いろんな建物作りたい。ベーカリー。ベーカリーか。ウォーターポンプ。ウォーターポンプ作りたくてしょうがないわ。これだろ。何これ、ウォーターポンプって何？そもそも何、ウォーターポンプ。おい、この辺りに作らないとダメじゃね？これなんだ、ウォーターポンプというのは。とりあえずここに作ってみる。あ、ビーバーの飲む場所ですね。2つあったの、これ1個でいいみたいなやつか。これ作んなくてもよかったかもしれない。1個でもよくない。あ、なんかすげえ街っぽい。これサムネになりそう。全部動かせば。やばい。俺めっちゃやってんな、このゲーム。あとログが20。ログ、圧倒的ログ不足今来てるんで。取りに行くのに時間がかかりますね。植林なんてあるんですよ。植林とかも。ただ植林の緊急ポイント半端なかったと思うんだよな。あー、ペーパーミル作って紙があれば、インベンターズワークショップが作れますね。これサイエンスポイントが、もっと溜まるみたいだよ。やりたいんだったら、もうちょっと動画撮るんだったら多分、インベンターズワークショップ先に作った方がいいな。じゃあ、まず紙行くか。製紙工場を作っていきましょう。とりあえず、なんか入れる場所に入れるけど、何も考えずに。どうすかな？ここ街にしちゃうか？一旦道引くか。プランクの数いくつだろう、今。19。ギア作りすぎだな。一旦ギア止めよう。ギア止めて、あ、やばい、もう、もはや、ログがない。もうログがないぞ。道どれだっけ？あった。こうですね。で、ペーパーメーカーを作ってみよう。ペーパーメーカー作るのにログが8とプランクが6ですね。でもログないんで、これもう、止めよう。インベンターズハットも止めて、一気に、伐採やってもらいましょう。で、なんか、時間かかりすぎて、近くがどんどん木が生えてきたんで、今度こっち行ってもらいたいな。となると、これ停止した方が良くないか。これで多分この左の森林でまた伐採してくれると思います。ああ、いっぱいになっちゃいましたね。あ、ちょこっと減ってきたな。あ、労働者の数増えましたね。あ、ビーバーの数が17ビーバーになりました。紙動いてないよね、今。あ、紙6が7だったよ。半端なく使うぞ。じゃ、インベンターズワークショップ作ったら、インベンターズは、ハット2つ動かしてるけど、1つ止めるか。1つ止めて、新しく作るワークショップの方に全部任せようかな。動いてるぞ。これなんだ、勝手に動いてるぞ、これ。全自動。全自動ポンプ。あ、これ人がいるんだ、中に。頭良すぎるだろう。あ、紙作ってます。
もう中国超えましたね。あ、なんか寝てます。眠すぎて道で寝てます。もうだんだん村作りに無理が出てきましたね。やばいな、なんか積んじゃいそうな気がしてきました。現在紙はいくつあるんでしょう、いくつあるんでしょうか。6ですね。現在紙が6しかない。じゃあ、インベンターズワークショップ早く建てたいんで、インベンターズハットをまず先に建てちゃうか。まず研究アンロックするのに研究ポイントがいりますから、高速化させていきましょう。あ、これアンロックするか。これってあれでしょ、これ。坂道登るようにするやつでしょ。この崖登れるようになるんじゃないの、これ。近道できるやつじゃない。行っちゃいたいな。70ですよ、70。やるか。そうだよ。来たな。じゃあ、どっから行こうかな。ここ通れんのかな、そもそも。まだこっから行った方が早いよね。道作っちゃおう。こうですね。で、これでショートカットできるでしょう。木材足りるかどうか知らんけど。プランクの数今いくつだろう。プランクないか。プランク作ってもらうか。3つ作りましょう。小麦は今収穫したかな。あ、まだ 56% ですね。そうですね、まだ1回も収穫してないね。でもだんだん町っぽくなってきたよね。どんどん成長してきましたね。広域線なんてあったらね、いいね。あ、これ見ればよかったんだ。必要な、水の数126とか、プランク3とか書いてありましたね。水の貯蓄がちゃんとここにあるからいいね。これ最大いくつなんだろう。最大152ですね。この水何に使うんだろう。水はあんだけど、もうただ汲んでるだけだな。だって、ビーバーここで水飲んでるよ。後で水を何かに使うかもしんない。汲んだ水を多分しまったりしてんのかな。そういうわけではない。まあ、ただ後で何かに使うんでしょう。ウォーターポンプがだから、ウォータータンクも一緒に作らないとダメか。そういうことか。あ、はしごちゃんと使ってますね。これで、6不足解消かな。もっともっと発展できそうですね。あ、このインベンターズハット停止してたわ。動かしましょう。サイエンスポイントガンガン貯めないと。あとちょっとかな。あと 30% ですね。小麦が緑色になりました。あ、黄色になりましたね。いい感じ。黄金色ですね。道作るのに伐採しなくちゃいけないんだけど、勝手に伐採はしてくれないんだね。してくれてもいいと思うんだけどな。
じゃあカット指定するしかないな。あ、ビーバーの数が18ビーバーになりました。とりあえずあと4ビーバー分ぐらい空きがありますね。22ビーバーまで増やせるんで、まだ家はいいかな。っていうかもうキャンプファイヤーの近くに家が作れないんだよ。キャンプファイヤーも足さざるを得ませんね。サイエンスポイントがガンガン溜まってます。120溜まったら130ですね。インベンターズワークショップ作りましょう。あと122ですね。で、ここはプランク、プランクじゃない。はしごですね。はしごじゃない、道ですね。食料なくなってきてるかな。なんか心なしかなくなってきてるような気がします。っていうかない。っていうかないぞ。でも大丈夫だ。ああ、ベーカリー作んなきゃ。ベーカリー作るのにアンロックしなくちゃダメなのか。いや、耐えるしかねえ。大丈夫だ。今収穫してるから。なんとかなるだろう。なんとかなるはずだ。で、130いったんで。インベンターズワークショップをアンロックしよう。じゃあこれをここに設置しようかな。ログが30とプランクが20ですね。多分どっちも今足んないよね。多分生産速度速すぎるから、プランク、カーペンター一つ停止して、インベンターズワークショップの方に、ログが行くようにバランス調整しましょう。で、一旦こっち伐採だな。で、これで足んなかったら今度こっちですね。なんで、インベンターズハットで働いてた人を一旦停止しよう。なんなら今水いらなくね？これいるの？本当にこれ。飲み水って書いてありますよ。なんかいつもみんなこっちで飲んでんだよね。いずれ足らなくなるんかな。あとログが20ですね。で、プランクが9。圧倒的材料不足。もう全てが足りない。ビーバーの数が1増えました。19ビーバーですね。ここに橋かけた方が良かったな。ここのが、まあでもいいや、今プランクないから。諦めよう。あ、ちゃんと、なんだ。あ、今水飲んでたな。これ使ってますね、ちゃんと。ウォーターポンプ使ってるわ。ただなぜかこっちの水飲み場で飲んでる人もいます。人じゃない、ビーバーもいます。現在20ビーバーですね。やばいぞ、どんどん増えてきたぞ、ビーバーが。で、小麦が 90% か。さあ、じゃあ次、ベーカリーアンロックしよう。で、ベーカリー、ここにしようかな。商店街みたいになってきたな、ここ。ベーカリー作るにはログが6とプランクが15ですね。
あとプランクだけだな。インベンターズワークショップは。ペーパーだいぶ溜まったかな。現在ペーパーの数が62ですね。ギアが65。もうギアいらんわ、もう。ギアはいいや。ペーパー動かしとこうか。そろそろこっちで伐採してもいいんじゃないか。あとプランクが3ですね。ビーバーの数が現在21です。あとちょっとでインベンターズワークショップが完成です。小麦の収穫来ました。ただベーカリーがまだ完成してない。あ、完成した。働いてるね。っていうことは、多分これインベンターズハットの労働者1人減らしてもいいと思うんだよ。で、これで労働者の数が増えたから、一気にまた6集めてもらえるかな。プランクが1しかない。ただ今はベーカリー作ってもらいたいんで、ここに、橋かけるのは後ですね。マックスになったな。これやってみる？これなんなんこれ。グリストってなんだろう。稼働させてみないとわかんないな。あとパンだな。パンは小麦1個でいくつできんだろう？ 5 ですね。で、小麦は一体どれだけ収穫したんだ？ 75。そんな生産してないな。100ぐらいですね。100だとしてもパンにすれば5なんで、これ500だな。半端ない。パン半端ない。芋は一体何だったのか。芋とは一体何だったのか。もうベイクドポテトを私の実況で見ることはないだろう。もうプランクは、もうプランクいいんじゃないのか。あとプランクがあと2ですね。多分今作っていくから。あと1だな。じゃあと1溜まったら、次橋かけちゃうか。あ、完成しましたね、ベーカリー。いいね。街っぽくなってきましたね。隣は紙作ってますしね。めちゃくちゃサイエンスポイント貯まりました。258。これ永遠に遊べちゃいますね。ちょ、一旦この辺りでやめる？橋行きます？橋。橋何？どうやって作るのこれ。フランク4。マテリアルポイントが2ですね。ただ、もうちょっと資源の採集を早めたいから、一旦ここに橋かけよう。で、まずここ全部伐採しちゃおう。で、橋かければ、今度はここで木の伐採ができるわ。ただ、ここに引いちゃうと、このシャフト伸ばせなくなるんで、こうかな。これ何？ちゃんとやってくれる？これ。これどうやってかけんだろう？橋。俺の想像してる橋ではないかもしんない。あれ、橋できるんだ。あ、そっか。ここでスタートしたからできなかったんだ。ここに植えれば。あ、できるできるできる。橋になったわ。こうだな。これうまくいったんじゃないのか。と思います。人口22で止めよう。これ以上増やすと多分、食料足んなくて多分パンクします。
パンがあるんで、パン閉まってるよね、今。あ、ブレッド22、今ガンガン作ってると思うんですよ。大丈夫ですね、多分。橋できてきましたね。で、これで遠くの資源にもアクセスできるということですね。で、まだね、なんか資源が木材しかないような、気がするんですが、それはまだね、オープンアルファ、アーリーアクセスなんで、アーリーアクセスというかまだ開発中なんで、まあ、これしかないということでしょう。だいぶ動画撮ってるんで、もう本当に発展しましたね。街になりましたよ。今日は橋できたら終わりにしましょう。まあ、サイエンスポイントは、紙をね、使って、まあ、紙を消費して研究する、この、インベンターズワークショップ建てたことによってアホみたいに溜まるんで、多分これ全部研究アンロックすることできるでしょう。なんか、もう適当にやってみるか。これなんだこれ、緑重要ですよ。なんか微妙な場所にこう植えていこうか。もう使い道のないような場所に。ここ道だからダメだな。だったら詰め込むのは良くないな。ニューレースアンロックしました。ビーバーの数が3ビーバーいるんですよね。最初に選べるの。で、僕が今遊んでんのは、選べた最初の1匹目のビーバーなんですよ。で、3回動画撮りますか。今回長めに動画撮ってみよう。あ、もうマックスの人口まで来ましたね。やばい、もう食料がないぞ。やばいぞ。やばくなったら、どうしよう。やっぱキャロット行くしかないかもしれん。もう間に合わないかもしれないが。とりあえずキャロット2つ貼ってみよう。これ食料なくなってガシだぞ。今食い物ないもん。ギアしかないもん。やばい。積んでしまう。ということでですね、食べ物がなくなってしまったので、一番最初のティンバーボーンはここで終了したいと思います。これ以上やると餓死するんで、いいんですよ。次のビーバーアンロックされましたからね。もしかしたら、オープンアルファなんだけど、パート2もやるかもしれません。ということで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら、バイバイ。